はい、キックオフ、両山対鎌倉学館ということで、いやーまあね、注目ポイントとしてはやっぱり、うん、まあどっちも、うん、カウンター型のチームのイメージ強いけど、まあ両山はそんなことないから、でもまあ加藤が中盤で勝ってでイカリアにつなげてそっからみたいなイメージあるよね。さあじゃあイカリアにボール入って間、おーファウルか、開始早々、うん、誰かなあれ、7番わかんね、もうあんまりな、11番セラ、10番高城、5番、あれ生島ちゃうな、ディフェンスの人誰やったっけ、あそう佐伯もおるな、そういえば、そっか、ゆうすけもおんのか、佐伯ゆうすけ、そうね、鴨から学館といえばやけど、あとセンターバックにね、君島じゃねえな、誰やったっけセンターバック誰やったっけ、あの人、あの人ボールが繋がらんから、おーでもここは拾ってセラ、トス、どこトス、あーそこトス、お、チャンス、高城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 先生、鎌倉学館、うわー決めたね、セラから高城、いやーなんか早かったね、まあなんか大体今までの試合先制した方が勝ってるからな、この大会、いやーでもさすがっていうところを見せたね高城は、ここ、うん、まあここで勝負はちょっとな、もうきついよな、で左足でズドンと、多分レバンドフスキみたいなイメージなんやろな高城のプレースタイルって、まあ、日本代表に一番欲しいフォワードかもしれんな、ある意味何でもできるタイプ、抜け出しもキープも、ね、まあ万能型ストライカーって感じやけど、いや原作でも好きなキャラの一つ、結構人気高いんじゃない、まあでもアスカとかの、アスカなんか人気あんの、いやーさあこれは拾えない、大腰、おキープして、あここは潰したね、いやうまい、さあ高城入る、いやーサイド抜けた、中上げ切るか、ここ簡単に上げへんよな、うん、うわーシュート高城、いやこぼれ、いやーセラか、セラか、いやー詰めてたねうまいこと、いやここで鎌倉学館が1個出た、いやこの2点目大きいよ、これサイド上げ切らず、うん、いやこの縦パスというか、良かったね中入れてもでこぼれ、いやもうちょっと弾きたかったなキーパー、分かりやすく、うん、まあ、反応早かったっていうのもあるけど、いやこの縦パスよ、でダイレクトで打ってこぼれ、うん、いやーセラ何気にトップ下で相当やなセラ前半20分経たんうちに 2-0 か、うん、いや、うん、引っ掛けて、いやーイカリアに入れたいけどね、ここで入れるんか、もうワンタッチパスうまい、いやこれは抜けたんちゃう、チャンスどうする、お中、いやシュート、うん、オーバーヘッド、オーバーヘッド気味のシュートね、アクロバティックシュートとかついてなかった気するけど、うん、高木マルコから、うん、いやでも惜しかったな意外にって言ったらあれやけど、長坂やったっけな、森谷と長坂のツートップなんだね、両山の方は、うん、そうやね、なんか大体今んとこ打ち合いってないから、ちょっと両山に期待したいけどね、攻撃陣は間違いないから、さあここは高木と、お奪いきれず、おこれチャンス、いやー奪いきれんかったところから、いやーてかこれ最後佐伯か出てきてんな、結構後ろからゆうすけ、うん、頭抱える、さあこの流れからコーナーキック、
これキーパーかな。鎌倉ここ2人で奪い切られへん。あ、奪い、うん、キープ力すごい。うん、抜ける。いやー、これ通るか。シュート、いやー、3点目、うん、高城爆発。いやー、なんか差つくな今回の他の試合もそうやけど、なんか一回な点取り出したら止まらへんね。いやー、高城2点目。いやー、キーパーも喜んでるわ。いや、涼山まさかの3失点。もう一個エスペリオンと掛川やからな、これはでかいで。ある意味死のグループか、エスペリオン、掛川、涼山、鎌倉学館って。えげつないな、グループ C。 いやー、うまい。でもにしてもうまい、うん、高城2点目。今期この試合、うん、さあ後半、さあ両試験入る、イカリア、うん、ここは簡単に高木マルコ、うん、うまい。どうする。いやー、うん、ここはもうターンしてサイド、左サイド、両試験、いや、うまい、シュート、いやー、一点返した。両さん早めに返したね、長作。いやー、これは早い。この1点でかいよ、試合勝ちに行くにしても。ヒールうまい。いやー、でもこのパスうまいな、このパスうまいわ、イカリアの。いや、このヒールもうまいけどな。いやー、うまいプレー、やっぱ2つ重なるといいね。いやー、これ面白くなってきたんちゃう。このまま終わるか、うん、いや、どうする。いや、ターン、うん、さあ、高木丸子、なんか1点差にしときたいね、せめてあと1点欲しいな、涼山は、うん、いや、これはキーパーかな、うん、さあ、ロスタイム入った、アディショナルタイム、まだアディショナルタイムに慣れてないです。もうあれから何年やけど。お、高城、じゃあ島か、ごめん。さあ、早瀬、うん、いや、中、これは、いやー、クリアしたけど、もうラスト。さあ、セーラー、セーラー、うおー、お、最後に見せ場作ったけど3対1鎌倉学館の勝ちですね、初戦は。はい、涼山ちょっと前半3点ポコポコって取られたんが痛かったな。いやー、でも高城の存在感はちょっと楽しみやね、これから。はい、じゃあ3対1ということで、はい、ありがとうございました。うん、気にしたからどうする。鈴木、灰原、さあ、うん、おー、抜けるか、これ風間フリー。あー、でも一人ついて、おー、中切り込んで、うん、ラストパス通らない。さあ、セカンド拾ったん、もうまた灰原のとこ、まあ、君下、お、いいよ、大島、うん、風間から、お、うまいけど、うん、まあ面白いアイデアやったな。お、拾った、風間、うん、お、よ、抜ける、お、大島、大島、うー、ループ、さあ、こぼれ、君下、うー、いやー、ループ狙ったけどね。いやー、これ奪ってから早いカウンター、ショートカウンターで、うん、ループで、これ君下のキックステイドやったらって思ったけど、ちょっとずれたね。ゴールカバーに入ってた島気になったかな。大島から、うん、君下、もう手使いながら、おお、林、おお、運んで、さあ、水木、どうする。おー、いいパス、いいパス、いや、シュート、うーロシアワールドカップ、ロシアワールドカップちゃうわ、日韓ワールドカップの鈴木みたい。
いやー決めたね、ナイスシュー。いやてか水木のパスがすごかったね。水木やな水木って、これはちょっとどうしようもなかったね、八千草としては。サイドから早瀬が水木につけて、いや走り出しよかったね。オフないな。いや島届かず、これはいいシュートやったな。いやこのシリーズ何回や大芝決めるよな。このパス良かったね。いや素晴らしい、ほんまに鈴木孝之みたいな。佐藤、よ水木、うまい。さあ大芝抜けるか、中入れて、さあ佐藤、いやうまい、いやーナッシュ。いやー今のパスうまかったな。大芝2点目。いやー何あのパス、前のてか、お後半立て続けに取ったね。てか部員たちと、試合に出れない部員たちと喜んでたけど、これ君下かパス。いやこれ完全抜けたもんな。いやもうちょっとサイドバック絞らなあかんかったよな。そうやな、サイドバック絞らなあかんかったな。コンピューターに言ってもしゃあないねんけど。いやーナイスシューやな。これどうする？から中、いやヘディング、シュート、うおー入った。誰や7番戦は学ぶ、どなたやいやでも決めたね。いやーまあこれで1点返したね。八千草がね、いや素晴らしい。これ上げてからの、まあ、ヘディングで、うまいこと取って、さあロスアディショナルタイム入ってるけど、まあこのまま終わりそうやね。もう超えたよ、目安は超えたよ。でも最後チャンスなるか。逆、これ届くか届かんかこういうの多いね今回。はい、2対1成績高校勝利です。2-1、いいね。なんか久しぶりちゃう、久しぶりでもないか、両方点取った。ワンツー芝、オッケー、甲斐から、芝来たよ、シュート、いやー芝から甲斐、先制報学園。ちょっとどっちもシュート打ってなかったけど、ファーストシュートが決まったね。いやらしいというか、ストライカーらしいゴールから、司令塔らしいパスからストライカーらしいシュートで先制したのは宝学園。素晴らしいね今のは。ちょっと何やろ、原作にもありそうなみたいな感じしたけど、ここで芝が一回当てて返してのこの浮き弾パスすごいよ、体の向き関係ないもんな。あとはもう流し込むだけやった。あれ抜け出した時点で勝ちやな。いやーこれ一回後ろに下がってイニエスタや去年のヴィッセルの横浜 FC 戦のヴィッセルから古橋のゴールみたいな感じやな。さあサイドえぐって、さあナイス。いやー惜しい、誰が今、芝かな、あら新谷、まだ1点差やから分からんよ。さあ加納、さあターン、松下どこに打つ、もう一回返したいけど、
いやー、ナイスパス。お、ワン、ツーと、あー、入った。し、モブからモブへ。モブからモブへ。7番にしよう。いやー、なんか同じような形やったな。ここキープして、一本の裏パス。いやー、いいとこ通ったね。いや、でもこれ、藤田東も初めてのシュートちゃうかな。いやモブの素晴らしいポルパスからモブの素晴らしい抜け出し。ラストプレーなるかな、芝。いいスルーパス通ったよ、サイド。中、いやちょっと手前で引っかかる。いやあれちょっとゴールから外れてたな、かい。あそこ入ったところでどう打つねんってなるからね。だいぶコース難しいよ。お、いいパス、これはシュート。よく足出したね。誰やろ、藤田かな。いや、石。おお、ここで、いやちょっと邦学園決めきれず1対1ドローですね。まあでも硬い試合やったね。シュートも多分お互い1本2本ぐらいやったね。おー、ほら、邦学園3本、藤田東1本。お、藤田東唯一のチャンス決めたんやな。はい、てなわけで邦学園対藤田東でした。